んどう？どうですか？おはようございます。ジャン君ポンちゃん。今しがた窓の外にヒヨドリが来てですね、なんか休んだりしているのをポンちゃんが気にしました。なんか飛びかかるとかそういう感じではないのね。ぼーっと見つめる感じでございましたよ。もう来ないのかな。来ないのかなみたいな感じ。そうね。そーっとガラスに手を置いて。友達作戦かな。遠くにいるの。友達って思った。窓にケツロができちゃってるけど、そこにポンちゃんの足跡っていうか、お手手の跡がついてるよ。かわいい、ポンちゃん。ビューッと伸びてみたんだけどね、いる？おりませんね。いないのか。また今度ね。来るよ。じゃーん、何でしょうか。猫だらけのこれは、なんだ、エコバッグ、うん、だね。そう、はい、イケアのエケバッグ、またイケアのイケバッグいただきました。どうもありがとうございます。そしてクッション出されてミニイケアのこれショッピングバッグだね。のエコバッグではなくてショッピングバッグの、多分これはね、指輪を買ったりした時に使うのかな。なんつってなんかそれさ、まあ、ミニチュアの可愛いでしょうっていうところね。つけるのがついてるからバッグにつけて、うん、はいはいはい、なんか小さな鍵入れたりとか、買い物の時これのでっかいやつをね下げて歩くからね。そうそう。さあ、そして、これは小豆美人ラテ。どういうこと？小豆のポーションになっていて、それと牛乳合わせると、うん、小豆のラテができるよって。あ、そういうことなんだ。めっちゃ美味しそうじゃない？へえ。うちではまあ今は大好物っぽいね、うん、そしてっぽいです。関連ゆず茶、これは喉のためにという配慮でしょうか。どうもありがとうございます。まだガラガラ言ってますけどね。冬はゆず茶美味しいよね。はい、そしてこれは猫の足ね、肉球で肉球のクッキー。なのかな、ちょっとふわふわしてそうだから、よいしょ、出しましょう。はい、こんななんか焼き菓子さんだね。細かくて僕にはちょっと読めないんですが、うん、皆さんは読めたでしょうか。こういうものです。面白いよ。フィナンシェじゃなくてフィニャンシェって。なるほどかわいい。はい、どうもありがとうございます。おいしそうです。3つ入ってます。はい、3ついただいて、ちゃんと。そしてこれですね。これは黒犬がパリパリしたものが好きなので、ありがとうございます。味もね、マッシュルーム味っていう珍しいやつ、ね、マッシュルーム味、いわゆるマッシュルームの味なの。いわ、あれか、だしか。おう、っていうことだね。だし味だね。マッシュルーム、きのこ味。はい、うん、美味しそうですね。楽しみです。もうすぐ食べると思います、うん、そして、はい、アーモンドクリーム、これはアーモンドスプレッドって書いてある、あのトーストにね、うん、トーストに塗ってね、ちょっとふわふわしてるんだよねきっとね。はい、そしてゆず胡椒、これ何、あ、ゆず胡椒、うん、達筆すぎて読めなかった。ゆず胡椒、ありがとうございます。ありがとうございます。お鍋にね、気をつけないと辛いやつあるからね、うん、ちょっとずつ食べて試しながら楽しみます。そして椅子、なんでしょうか。かわいいイケアのちっちゃい椅子だよ椅子セット、ありがとうございます。ありがとうございます。何かお人形乗せたらかわいいね。そうだね。あ、くしゃみ出そう。出そう。そしてこれはなんとなんかあの
食材を入れてピシッてするやつ。ジップロック系のやつ。そうそうそう、うん、やつ。やつ。これかわいいし便利なのに載せてて、はい。そしてこれは。で、あ、これはね、なんか袋に入ってたから出します。はい、出ないです。出た。出ました。あ、猫のゴムです。はい、かわいい。かわいいです。はい。私が頭結んでるからね。お団子してるので、こんな感じにしておきましょう。よく使います。はい。そして、なんかこれメインだね。こんなやつ。シュトーレンっていうのが、有機チョコたっぷりなどなど、なんかこう早く食べないといけないぐらい新鮮なものだそうで、今日食べよう。じゃあすごいね、チョコなんて初めて見た。ね、シュトーレンでチョコ。そう、なんか国産小麦で天然酵母で有機ナッツ、有機ドライフルーツとか安心な食材で美味しく食べていただけますって、うん、今日が20日なのであと4日間のうちに食べればいいのね。クリスマスを迎えるということ、まあ、そうですね。そんな感じでいただきます、うん、なんか他にも入ってる。本当だ、なんだろう、ちょっとのところで本当に食べてる。このおじいさん抹茶パンケーキミックス同封させていただきました。ほほ、抹茶パンケーキ、これでホットケーキみたいなのが、ね、作れるんだね。抹茶系はうちの母がね、うん、好きかもしれないね。私も苦いのは好きです。ということでこんな感じで、すごいね、チェックよろしいか。日本のパン職人が一つ一つ作りてる。ポンちゃんチェックは、ポンちゃんチェックする？ポンちゃんおいで。卵を使ってないシュトーレンだ。おいで。すごいね。うん？うん？って言って出動しました。あ、来た来た。ポンちゃんどう？どうですか？どうですか？あ、うん。私の食べ物はないみたいねって言っております。そうですね。はい、ポンチャーチェック終了です。なんか自分のじゃないってわかるのかな。自分のが入ってる時はすごく長いよね。ポンチャおう、手もたぎたりして、はい、OK、はい、でーす。ヤンクはヤンクはいいな。ヤンクは上から見つめています。ヤンクいいな。はい、どうもありがとうございます。美味しそうです。